おはようございます。さあ今日も1週間始まりました。全力でやりますよ。今日も全力でやりますよ。これはですね、仕事で使う用紙を印刷しております。おれおれよし、パワー全開。ここは僕が育った町なんですけれども、まあ田舎だね。まあでも左手に見てください、めちゃめちゃでかいパチンコ屋がある。田舎には必ずパチンコ屋がありますね。さあやっとのことでチームに到着しました。今日のトレーニングは肩トレーニングです。さあ行きましょう。自分に負けない、俺に負けない、誰にも負けない。さあこっからよ、負けなあかん。よっしゃもう一回いけいけ、上がるぞ上がるぞ上がるぞ。よーさあトレーニングが終わったら次は仕事の時間です。ストローがどこだ、ストローが あった。いやー仕事が終わって一段落と。あっちいなー今日。まあ車のブレーキパッドが壊れちゃったので今から修理に行ってきます。着きました、家に。俺いつも思うんだけど、 YouTuber の人ってめっちゃ大変なのよ。このね、帰ってきた風の動画撮るとき、一回家帰ってきてドア開けてカメラ置いてまた出てチャリをこっから入れるみたいな、めっちゃ手間かかる YouTuber。 大変よ。これは陳情です。はい、お昼ご飯です。スリムにまとまるもんなってきましたね最近は、ね、だから話がやっぱりねスムーズに。グー、ナイス、4、5、6、7。はい、今日は一日仕事やってたので今からトレーニングに行きます。まあ、ずっとこう家いてもね、なかなか息が詰まっちゃう。よしよし、って言うか。だいぶ今膝の状況いいのでモチベーションかなり上がってます。行きます。いただきます。いただきます。もう、おはようございます。アンサーです。よーし、今スーパーに行ってきました。はい、今帰ってきました。午前中仕事をして、で今、スーパーで買い物をしてきたんですが、買ってきたものを紹介したいと思います。おっとだよ、危ねえ。卵、キノコの入ったミックスもやし、これイワシハンバーグ、みりん漬けの魚ですね。まあ肉だけじゃなくて魚も取るようにしています。じゃじゃん、これ今日の夜飯、豚肉です。サラダチキンなんですが、これなんと見てください、あと賞味期限10日以上あるのに値下げして100円なんです。これ1個2個3個4個4個買ってきました。俺の一番おすすめ商品、じゃじゃん、イワシせんべい、古食美学っていうところが、っていう名前で出してるイワシせんべいなんだけど、これはい、最近鈴木大地自転車を買ったんですが、鍵とライトがなくて自転車、遠出できなかったので買ってきました。前出して、今仕事が一応一通り終わりました。今日はもうずっと仕事だったので、これから自転車でちょっと体を動かしに行きたいと思います。行ってきます。さあ鈴木大地、自転車を先日買ったのでこの自転車でジムまで行ってきます。20分くらいかな、30分かな。よし、行ってきます。おっと、カメラを忘れた。今ジムに到着しました。今僕が話をしている人は梅さんという、
男性ですね、メイさんという男性です。僕は家がなかった時だったり、とても大変な時にすごい助けてくれた、本当に恩人のような方です。この梅さんが僕にちょっかいを出しています。僕はこのちょっかいに耐えながらいつもトレーニングをしております。さあ、運動していきましょう。そういえば最近スクワットの方法を変えました。基本的に股関節を曲げて、股関節からグイッと上に上がるイメージですね。でお尻の下部の方に刺激が入るといいのかなというふうに思っています。今まで通りのスクワットだとね、結構こう膝の内側に痛みが来てしまって、次の日こうちょっとリバウンドが起きて痛みが来てしまうので、今はこのやり方でまずは低重量でフォームを覚えるように意識してやっています。まあ、少しずつこのトレーニングでね、刺激が入って復活できたらなというふうに思ってます。頑張りやす。魔法の絨毯になって前に行くよ。は使えないけど、はい、ご飯作りました。いただきます。おはようございます。6時54分です。今日めちゃめちゃいいことがあって、まあ、その今日なんか夢を見たんだけど、いつ見てたかわかんないけど、とりあえず今日夢を見てたんだけど、どんな夢だったかっていうと、自分がこう復帰してサッカーをやっている夢でした。でただその夢の中で、自分は、まあ、前半しか出れなかったんだけど、でもこうなんだろう、まあ、プレーも、もうぐっちゃぐちゃって言ったらあれだけど、もうボロボロ。けど、サッカーやっている自分、体を動かしている自分が夢の中でいました。今回はちょっと全然違って、なんかこう自分が楽しそうにサッカーやっている姿が見えた夢でした。いや、なんか、ちょっとこう、自分の、体の中のイメージだったりっていう部分でちょっと変化が起きてるのかなっていうふうに思っています。なんかすごいプラスなんだよね。なんか夢ってあんまりこう熟睡してないって言われてるけど、熟睡してないからこうね、見れるものっていうふうに聞いたことあるけど、でも俺の中ですごいなんかイメージが変わりつつあるというか、あーちょっとまた切るだろうな、このままサッカーやってたらってずっと思ってやってたけど、なんかそのイメージが今少しずつ消えつつあります。で膝もだいぶ今調子よくて、腫れも今ないし、これちょっと無理せず続けていきたいな。で前まではこうトレーニング、まあ、結構オーバーワークだったのかな、だいぶ。なのでちょっとこうしっかり48時間、足のトレーニングやったら48時間休養を入れるようにしています。なので今日は、足は休養で、まあ、上半身のトレーニングをちょっと何か入れていきたいと思います。頑張ります。今トレーニング終わりました。これから、藤沢市の公民館で仕事があるのでちょっと移動します。行きます。はい、今藤沢市役所に到着いたしました。さあ、はい、今家に帰ってきました。今日はね、珍しくこんな感じで、まあ、ちょっと改まった格好をして、仕事をしていました。結構珍しく、これめちゃめちゃいいです。今日は全力で行きました。明日も引き続き全力で生きていきます。エネルギーが切れたのでおやすみなさい。5時59分です。今日も全力で生きていきます。
おい、初級か。チャンネル登録お願いします。
インスタグラムのフォローもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。